高岸加古は、日本の不動産会社社員、元タレント。原生、ただ、旧生、前田。神奈川県横浜市西区出身。生誕は、長崎県市、小学校1年生から5年生の間は、大阪府にて過ごす。1999年4月、白百合学園中学校、高等学校卒業後、一郎を経て2000年4月。 横浜国立大学工学部建設学科に入学。2002年4月、横浜国大在学2年時に、週刊、文春の恒例企画、篠山騎信女子大生邪神館に、母親のすすめで応募し掲載された、グラビア写真が、所属事務所であった、セントホースの社長の目に留まりスカウトされ芸能界入り、目覚ましテレビのお天気キャスターとして、芸能界デビュー。 2003年3月、同大学卒業。同年12月3日、当時レギュラー出演していた、目覚ましテレビの放送開始10周年記念企画で、TNT のユニット名で、CD デビュー。2005年3月31日、目覚ましテレビのお天気キャスターを降板後、同年4月、姉妹番組である、目覚まし度、曜日と、スポルト、のキャスターに就任し、 翌年10月1日にスポルトを降板。2009年12月5日、当時レギュラー出演していた番組を体調不良を理由に急遽出演を休止。その3日後、自身のブログにて追感版ヘルニアを患ったことを公表した。その後は病気療養のため2週間ほど全面的に芸能活動を休止して、同年12月19日に 前日のレギュラーに番組に出演し、一旦は復帰したが、2010年1月5日、追感版ヘルニアが再発したため、目覚ましの曜日は復帰不可となり、番組降板。2013年8月14日、1年の交際を経て、4歳年下の一般人男性と入籍。2016年8月、第一子女児を出産。40歳を目前に、 芸能活動に見切りをつけ、大学時代に学んでいた建築に関する職種への転職を目論み、2018年1月から宅地建物取引士の勉強を開始、同年12月に資格試験に合格し、資格取得。同年の大晦日に放送された、NST 新潟総合テレビ開局50周年、報道特別番組、新潟開校の秘密新潟校。 開校150周年隊が最後の番組出演となり、2019年4月末日、セントホースとのマネジメント契約を解消し、芸能界を引退。翌5月1日付で、社会人未経験ではあるが、オープンハウスに就職し、翌年係長に昇進。同社マーケティング本部広報ディレクターとして、広報業務に従事している。他、多数。ありがとうございます。